かそういうのも左の方あと少し行けばつけます。なんか高遠の方から穏やかに末月峠に登っただけだけど、反対側の方は遥か下に町がある。この下りは大変な、カーブが続く道で降りてきました。もともとだから高遠っていうのは標高の高いところなんですね。だから桜遅い。もしかしたら行って、この152っていうのはすぐまた正面の方に曲がっていきます。